建国勲章は大韓民国の勲章。1949年4月27日に同国最初の勲章として建国功労勲章令により建国功労勲章の名称で創設され、1963年12月14日以降は将勲法により規定されている。1967年1月16日の将勲法改正により現行名に改定された。 建国勲章は、将軍法第11条により、大韓民国の建国に功労が明確で、または国旗を強固にすることに寄与した功績が明確な、ものへ授与されることが規定され、その受賞者と、家族、遺族は、独立有効者礼遇に関する法律第4条により、独立有効者礼遇を受けられる。独立運動で顕著な功績があった人物が、受賞しているが、 外国人も受賞することがあり、日本人では戦前に朝鮮人が関係した事件を担当した弁護士の伏田達治が没後の2004年に建国勲章愛族章を追贈され、日本人初の建国勲章受賞者となっている。他方で社会主義系とされる人物への叙勲は遅れ、2004年には叙勲の可否について国会で論戦となった。また、 国家法訓どころ内部で等級についても議論があったことが知られている。新日派とされた場合、除勲の取り消しが行われる事例が存在している。建国勲章は後等級からなり、各等級の名称は、将勲法士恒例第十一条により定められている。1949年の制定当初は一等から三等までの三等級で、 1958年2月27日に、東急名が、それぞれ章、副章、単章に改まり、1967年2月28日の、将軍法施行令制定に伴い、それぞれ大官民、国章、大統領章、国民章に改名された。1990年1月13日の、将軍法改正により、国民章が、独立章に改まり、 その会に、愛国省と愛族省が新設されて、現在のご等級に整えられると同時に、将軍法制定前の建国法省と、大統領表彰は、愛国省、愛族省、建国法省への変更が可能とされた。建国勲章の会には、将軍法第20条で規定される建国法省が存在する。また、独立運動に関わる大統領表彰がその会に位置づけられる。 原告勲章の各等級の衣装は、将軍法仕高齢第13条により定められている。章と十からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位三等級の大官民国章と大統領章及び独立章には副章が添う。章職の衣装は、表面中央にあしらわれた対局の周囲にアメシストを廃止。 そこから八両の金色光線と青色光線が伸びた形状で、正明の章には無球花の破棺の中がつく。樹は赤字の中央と両端に王線が入り、愛族章から大統領章までは両端の細線が一本ずつ増え、大韓民国章は中央と両端は各太線一本となり、その本数と太さで等級が区別される。正明はそれぞれ、 大韓民国賞と大統領賞は右肩から下げて廃用する大受賞。独立賞は喉元に帯びて廃用する中受賞。愛国、愛族各賞は左胸に廃用するロゼット付き賞受賞である。上位3等級の副賞はいずれも左胸に廃用する聖賞である。また、建国法賞は愛国、愛族各賞と同じロゼット付き賞受賞だが、金属部品は、 銀色となり、銃は赤字の中央に白線一本が入る。なお、従来の大韓民国省と大統領省の女性用小職は男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の将軍法施恒例改正により男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。